はい、どうも皆さん、マルチユミクラホームに所属している黒と申します。ということで、ゴーストワイヤー東京、こちらの方をねやっていきたいと思います。今回はあれだね、ガソリンとタービンホイールを探すっていうのと、あのガソリンというか、例の霊界側のガソリンだね、こういうだったかな、それを探しに行こうということでやっていきたいと思います。で、動画外でめちゃめちゃサブクエストをや回してたんだよね。そう、一回と動画界でサブクエストを遊びがたら、回していたらですね、めちゃめちゃレベルアップしたりね、あのサブクエストで終わらせるにもったいないレベルのクエストばっかりで、もったいないくらいのものばかりでね、すごいちょっと後悔してたんだよね。オッケー、はい、お疲れ様。本当にサブクエストで終わらせるのもったいないレベルの描写であったり、ストーリー性があってすごい後悔した、ね、せっかくなら動画撮っとけばよかったなって思ったんだけど、まあ、なんせあのプライベートでね、番組というかこうね、音楽であったりね、いろいろ流しながらやってたもんでね、ちょっと動画にするにはできなかったんだけど。よし、おい、いいのがあるぞ。何？ガソリンとタービンホイールはもらえなかったのか。このタービンホイールは使えないな、型が違う。おー、これでもダメ。お、リンクのやつ、替えの効かないもの使いやがって。お、何、後ろじゃない、後ろじゃない、ん、違う、後ろじゃない、なんだなんだ、おい、あれ、おお、いけいけ、足が、しまった。あーおー、おい、また、あ、嘘、あ、なんだここ。KK、 KK、 どこだ。なんか右側が、右側ふにゃふにゃしてる。右側がすごいふにゃふにゃしてる。いってー、マジで。あ、待って、条件いっぱい。ちょっと待ってね。ちょっと待って。どうすいか。よし。彼岸花だね。ケーケー、あ、ケーケーだ。いった、ケーケーだ。ちょ、看板邪魔、看板邪魔。アキト、なんとかできるか。やってみる。なんとかできるかって。全部片付ける。そういうことね。俺を舐めすぎだぜ。話が違ったぞ。その調子だ。どんどん射抜け。ほら、さっさと来いよ。うまいぞ。よし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 。はい、完璧。いい、当たるだろ。オッケー。君はさっきから面倒くさいの。アキト、また来やがったぞ。任せろ任せろ。この調子だ。どんどん射抜け。うますんぎなんだが、また増えたか。ここ。よし。やばい。よし。よくやった。お前はやばい、お前はやばい、お前やばい。矢が切れた。マジか、マジか。よし、 OK。 危ない。今ので最後か。よかった。おお、怖え。行かなきゃ。どうやって行くのこれ。経験のとこ行ける。あ、行ける行ける行ける。あー、よかった。いい、やるじゃねえか。お前の体の中にいた方が落ち着くぜ。
それは僕も同感だよ。本当だよ。あ、よし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 。焦るよ焦るよ、ケーキ。オッケー。そしたら、ここに行かなきゃいけないもんで、とりあえずこれ浄化しに行こうと思います。バイクのパーツを探さなきゃ。とりあえず、他のものを探すぞ。はい、ぶっ飛ぜ。ああ。お前はめんどくさい。間に合わないか。当たらない。当たった。負ける気がしないよ。気を引き締めろ。あ、無理、重たい。あの赤い頭のやつ強い。あの体力がやっぱなかなかね多い。無駄にやっぱいろんなものが持ってかれるもんね。除霊の宣伝チラシ。なるほど。札の力か。札の力より風とか水とか。うちのレベルアップが欲しいな。壊れてるから困ってるんじゃないか。あれはスーパーカークラスの部品を使ってるから普通の車じゃダメなんだ。嘘だろ。交差点の地下で車の展示会をやっている。 KK なら知っていると思ったんだけどね。だってよ KK。 俺なら知っている。とりあえず行ってみるか。こうやってるでしょ。でしゃがんで行ったら、あ、行けた。いけた。あー、高速道路あれがいいんだね。めんどくさいからちょっとよし。お、終わり。ケーキも可愛いとこあるよね。いや、いっか。このバスからビルに見えちゃいけねえものが見えちまってるな。うわー、なんだこれ、すげー。あれだね、や社のこの鳥居のどこでもドアバージョンみたいだね。すげえ、すごーい。サムネ候補や。よし、ちょサムネ候補って言ったらね、ちょっと場所が悪いんだこれ。オッケー。あの世に近い場所だ。入ったら簡単には戻れないぞ。マジで。準備はいいか。まあ、入るか。覚悟はできてるみたいだな。いら、だいぶ大丈夫でしょう。どうだ、あの世で会いたいやつはいるか。俺は田舎のじいさんに会いて、一緒にカッパを探したんだよ。ああ、楽しそう。父さんと母さん。なんだよお前。悪い、つまんないこと聞いたな。まあ人にはね、いろんな事情があるからね。江戸の言う通りなら冥界の交友もありそうだな。あいつらまで。めんどくさいね、ちょっと。バレたか。マジ。こっち向いてんのか。向こう向いてくんないかな、あいつ。うわー、危ねえ。危ねえ。いやー、あいつらは基本的にな、これで倒したいんだよね。びっくりしたわ。よし、ヤクザポテチ食べよう。ヤクザのポテチ。ヤクザ揚げか、ポテチではなかったな。間に合う。よし、ちょうどステレス向上してた。完璧じゃん。
おう、こいつらはね、基本的にこれでやった方がね、楽。あいつは、バイブ、つながった。この子もね、弓はヘッドショット2本で、はい、死ぬので、あれが必要ね。多分マガタマ、左手につけるマガタマがレベル3とかだと確か。あ、こういうやつらもワンショットできるね。それはどこにある？ヘッドショット入れると突然落ちるんで、よし、ヘッドショット2発で浮いてる状態でヘッドショットをするとそのままポンと落ちてくるので、一生して落とした後ヘッドショットじゃないと、同一だとね、2発必要ですね。なかなかいい情報なんじゃないか。マジで。よっこっちは。横川か。よっ。痛いわ。よし、オッケー。せっかくなら、お金もね。サブクエスト回すとね、めちゃめちゃお金が貯まる。さあ、問題の場所だ。こんにちは。何これ。おお、これが言ってた。簡単には手に入れられないね。こういうだ、霊界のこういう。できれば早く帰りたいよ。霊界のガソリンみたいなやつだね。怖え。昼間に撮ってるとはいえ、うん、何？あ、あれだ、雪のやつだ。サブクエを回してるとこう出てくるんだ、この雪のやつ。どうしても渡してくれないみたいだぞ。こいつはね、なかなかめんどくさいんだわ。早々に打ち始める。全部使う。はぁ、外した。あぁ、また外した。終わった、終わってない。OK で、なんかね、あ、いや、一発持ってる。オッケー。これでしまい。あとはこういうだな。ふう。いやー、これ出てくれないかな。やっぱ火は強いね。こういうバットも大丈夫。おにぎり、おにぎり、霊界のおにぎりだ。霊界のおにぎり。よしよし。オッケー。よし、ゲット。ああ、戻ってこれた。あ、ここに戻ってくるのか。よし。あれ、長居は無用だ。この中何してんの？調子のいいやつ。ちょっと高いの。あ、ちょっと高いね。いや、じゃあいいや。ちょっと高いね、君。いやー、ただでは返さんだろう。さすがに。これさ、殴ってもない。これ、汚れが元に戻ってるよ。
道理で帰ってくるやつが少ないわけだ。まあでもね、俺らにとっては何の意味もない切られたからな。よし、お金だお金だ、金だ金だ、金をくれ金をくれ、よし、金大事。やばそう、やばいやつ、やばい、あーちょ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 ちあんた迷う。ごめん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 、嫌いとか言ってごめん。よし、はい、はい、もうちょ、いいや、ジャスカーできた。あ、間違えた。まあいいや、よし、これあれだね、回復してるときは何もできないんだけど、回復後にあれだわ、魂引っこ抜くことは簡単にできるんだね。あの強制的にキャンセルできるわ、あの食べてる動作を。これこれこれ、あ、すごい便利ね、いいこと聞いたね。もぐもぐごっくんとか、こう飲み物を缶を開けるああいう動作っていうのがインターバルとして入っちゃって、その時って何もできないんだけど、魂引っこ抜く、あっ、君探していいのね、あ、そう、魂引っこ抜けば、この子あのモーションさえ出れば回復動作も強制的にあれだね、なくなるね。死ぬかと思った。本当に帰ってこれなかった。あの世ってのは帰ってくる方が難しいもんだからな。よし、オッケー。そしたらここだ。なんかあったかな、こんなところに。とりあえずパス食べる。それじゃあ妹さんが入院してる間は秋とか全部やってたってことなんだ。何か心当たりある？さあな。あ、きっと苦労してるね。偉いよね、自分の。まあでも普通と当然なのかな。ほら、お父さんとお母さんもいない状況だ。いない状況だとね、自分しかね頼るというか人がいないもんでね。そういうことか。うちのガキが好きだった車だよ。このタービンホイールなら使えるだろう。うちのガキってこと、子供がいるのかな、その経験には。け、これで全部揃ったな。アジトに戻ってバイクの修理。了解した。ないよね、ちょっと、あれ、よし。アキト、少しの間俺に体を貸せ、修理する。よし、動きそうだ。お、マジで？このまま敵陣に突っ込むぞ。準備はいいか？いいよ。と、
待って、出発しますか。出発後もファストラベルで戻ることができますか。サイドミッション終わりのその先で、終わりのその先3でが進行できなくなります。なんだよ、ちょっと待って、何そのサイドミッション、これか。あ、ちょ、これ違うわ、かくれんぼだ。え、どれのこと、これだ。あー、これができなくなっちゃうのね。え、せっかくならちょっとやりたいよね、これね、サイドミッションね。あー、ちょっとごめん、サイドミッションやっていいかな。サイドミッションちょっとやりたいな。せっかくならサイドミッションやりたいので、動画は一旦ここで終わりたいと思います。次回このバイクを使って敵陣にね突っ込んでいきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。バイバイ。